田辺国夫は日本の政治家、自由民主党衆議院議員、山梨県知事、鈴木海蔵内閣の総理府総務長官、沖縄開発庁長官を歴任したほか、田辺酒造店主でもある、山梨県演山市下茂に生まれる、造修行を営む田辺家の次男、田辺総英のおいにあたる、父の田辺十六は戦前に実業界から衆議院議員となった人物で、 立憲政友会に所属し幹事長を務め、戦後も日本新歩党に所属し、自民党山梨県連署代会長を務め、山梨県政に影響力を持っていた。1938年に、早稲田大学政治経済学部を卒業し、1958年に、第28回衆議院議員総選挙において、旧山梨全県区から立候補し初当選して、以来、通算当選9回。 初当選の際には、同選挙区からは、金丸信も初当選しており、当時の山梨県知事であった、天野久志に近く党主流でもあった、金丸のほか、安定した選挙基盤を持つ内田夫や堀内和浦としのぎを削った。1966年には、当時県案となっていた新東京国際空港をめぐり、自民党政務調査会交通部会で、中堅議員として、 長谷川春らと共に、現在の成田国際空港が位置する三里塚地区での建設について秘密裏に審議していたと言われる。山梨県政では、1951年の第2回知事選で、捕獲連合による指示を受けた民主党第二氏の天野久氏が現職であった、官僚出身の吉江克康を破り、初の県人知事として当選した。天野県政では分裂していた。 保守派を統合して安定した政治基盤が築かれ、野呂川総合開発、新佐子トンネル、富士北陸開発など開発を重視した総合開発政策が実施されていたが、災害復旧や北富士演習場問題が懸案事項でとなっていた。県政後期には農政をめぐる対立や総合開発のため中央の自民党主流佐藤派との関係を深めていたことから、 党の対立構造が影響し、川島昌二郎派に属した田辺は佐藤派の議員、金丸真と対立していたこともあり、天野の多選反対を主張した。1962年の知事選では、天野は前自民党県連会長で、県農共政治連盟の星野茂次を破って4、1を果たした。天野県政の長期化に対し、国政でも自民党内から、 知事の多選反対論が紛失しており、田辺は、堀内や前知事の吉江克康らと共に、天野の五選反対論を展開した。その次の知事選を控えた1967年5月には日本社会党山梨県本部や農政連を中心に、県政刷新連が組織され、10月の県、議会議員選挙では天野派と、反天野派が拮抗する状態となった。 同月二十五日に組織された県政浄化同士会で田辺は副会長に選出され、さらにその同士会に自民党の多選反対派が合流したことにより、捕獲連合が成立する。刷新連の候補者選定では、自民党の堀内の他社会党の小林真一や、星野茂津倉の名前が浮上するが、それぞれ保守派や革新派の支持が集まらず、県政浄化同士会の支持や、 年齢の点から田辺が候補者に選定される。田辺は県政課題に対し社会党主導で作られた刷新連の綱領や副知事は革新派から選出することを条件に立候補を承諾した。現職の天野は立候補の事態を誇示して自民党の支持を受けて5選を目指し、第1次佐藤内閣解散に伴う総選挙と同時に行われた知事選に臨んできたが、 田辺は10万秒差で天野を破り、戦後の高専大三大知事に就任した。以来、1979年まで3期12年、勤める。田辺県政時代に建設された県立美術館高度経済成長期にあたる天野県政は、止める山梨をスローガンに、経済第一主義で道路整備や工業団地造成など産業基盤整備に着手していたが、 県内の工業生産は未だ発展途上にあり、一方では地場産業への打撃や開発に伴う環境問題や公害の発生も顕在化していた。田辺県政においては自然環境の保全と両立した経済発展が望まれ、田辺県政は健康やまなしをスローガンに環境保全に配慮したグリーンプランを提唱し、講演会も緑とも会とした。 公害防止条例や市村はじめ工場誘致、1兆円生産や100万人人口などを目標に掲げる。こうした田辺県政の方針により、県有林の伐採が抑制されたため温資県有財産特別会計は赤字となり、林業に打撃を与えたため参観地域での過疎化が進行し、県有林の活用策が県政の争点となる。 1971年の知事選では、殺神殿の結束力が弱体化していたものの2期目の当選を果たし、参観部の観光開発を主眼とした連邦スカイライン構想を提唱するが、これには環境保護をめぐって議論が起こった。全面変換を公約とした北富士演習場問題は、北富士演習場対策協議会が政府や防衛省との折衝に当たっていたが、 交渉は膠着しており、1969年には、県と政府の使用協定更新が迫っていた。占有期限の執行が迫ると、同年7月には、田辺と首相の田中角へと会談し、国有地の払い下げや民生安定事業の積極措置を条件に、規定方針を転換して、使用協定を更新する。この協定により演習場問題は一段落するが、 社会党勢力との連携が崩れることになった。1974年の知事選では、前年のオイルショックの影響を受け産業基盤整備が遅延し、離反した社会党勢力による候補者要率など不安要素はあったものの参戦を果たした。不況が持続していた3期目では、 山梨県立美術館の建設や山梨県立県民文化ホールの着工などとソフト面を強調した県政を推進し文化不毛の地と評されていた山梨県における文化事業の推進を行う。県政末期には日本経済も安定成長期に入ったため県財政も好転し4期目を施行するがこの頃には金丸新は国政においても影響力を強めており県政でも 天野前知事の政治勢力を継承し、県議会でも最大勢力となっていた。金丸ハワイ4戦争史のため、社会党勢力と結束し、副知事の持月公明を対抗候補に擁立し、1979年の知事選では1万2千票秒差で敗北した。その後は衆議院議員に戻り、鈴木前後内閣の沖縄開発庁長官、総理府総務長官などを歴任した。 自民党では、福田武を、安倍晋太郎、三塚博士、森吉郎派に所属し、田中派岳下派の金丸臣と清掃を繰り広げた。1991年の山梨県知事選では、金丸のオす元副知事の小沢澄夫に対して、伊沢町長だった天野健吾を押し、天野は当選した。1九十三年の第四十回衆議院議員総選挙で落選するが、 1996年の第41回衆議院議員総選挙で比例南関東ブロックにて帰り咲く。1997年、君一等局日大受賞受賞。2000年政界を引退。2005年12月19日、老衰のため、甲州市の病院で死去。92歳を打つ。おじの田辺総英の社長と同じく熱心なボクシングファンで知られ、自身は、 田辺ジムというボクシングジムを経営し、田辺清のマネジメント。長男の田辺厚は、元公衆市長、元山梨県議会議員。ありがとうございます。